こんにちは、ボンです。今日は産後に役立った商品を2つ紹介したいと思います。よかったら最後まで見てください。私には2歳と4ヶ月の娘がいるんですが、生まれる前とかね、産んだ後ね、すっごくいろいろな不安がたくさんありました。その中でも産後の抜け毛っていうのはちょっと気にしてました。私は生まれるまですっごいね、髪の毛を痛めつけてたんですよ。もうね、ブリーチもね、何回もね、短期間でやって、で、そこにもう奇抜なね、ピンクとか紫を入れたりして遊んでたんですが、まあね、その地肌がね、きっと産後、どんな風になるやらってもう、ちょっと恐怖でしたね。絶対に抜けるやろなと思ってたんですよ。私の妹もちょっとね、産後抜け毛がひどかったのもあって、不安だったんです。しかもね、主人もね、ちょっと M 字ハゲやし、で、産後抜け毛にならないように、ちょっとケアをしてみようと思って、買ったのが、こちらでーす。パナソニックの頭皮エステサロンタッチタイプです。これは、こんな風に、グリップを持って直接地肌に押し付けて使うマッサージ機です。ポチッとボタンを押すと、こんな風にシリコン製の柔らかい突起物がうねうね動きます。めっちゃ気持ちいい。これで血流を良くしてました。私ね、首がヘルニアなんですが、このね、首のところに当てたらめちゃめちゃ気持ちよかったんですよ。で、これで血流をすっごく良くしてから、じゃーん！こちらの育毛剤をプラスで使用しました。育毛剤って言ったらなんか男の人のもんやなって感じがするんですが、意外にパッケージの裏を見ると、産後の抜け毛対策用にっていうのも書いてあるんですよ。なので私はちょっとこの3つを試してみました。なんで3つあるかっていうとね、私の主人がこう M 字ハゲなんで、それを気にしてね、たくさん育毛剤を使ってるんですよ。それをちょっと拝借したっていう感じです。スカルプ D メディカルミノキ5 60ml プランテル EX 育毛剤 50ml ポリピュア EX 薬用育毛剤 120ml。 結構ね、どれもね、やっぱり良かったっちゃ良かったんですが、このスカルプ D のやつはこんな感じで直塗りタイプなんですよ。旦那さんと兼用するっていうのはね、ちょっと抵抗があるなって方もいらっしゃると思うし、で、私は一番いいなーって思ったのはこちらのプランテルの育毛剤です。これね、スプレータイプなんです。シュッシュっていう地肌にプッシュする感じです。こう持ち運びにもめちゃめちゃね、いい大きさなんですよ。ポーチにもスポッて入るし。でも、こっちとこっち比べたら、めっちゃ小さない、めっちゃ量少ないから損やんって思うかもしれないんですが、なんと、プランテルはリデンシルっていう成分が高濃度に配合されてるんです。だから、少ない量でも効果が期待されるから、小さくてもいいんですよ。こういうのは、爆発的な、効果が期待されるかって言ったら、って感じなんですが、私は全然抜けなかったんですよ。こんなに髪の毛をいじめ抜いてたのに。だから、パナソニックのマッサージ機と、この育毛剤のおかげで、髪の毛は守り抜かれました。ありがとうございます。やっぱり頭皮ケアは大切やなと思いました。まあ主人もね、まあ、M 字ハゲ言うたんですがね。なんかおでこからピューンってね、一本だけ出ととかあるんですよ。あれ？おでこから髪の毛出とんで言ったら。ああ、そうか、もともとそこが生え際やってんなー。まあ、そんなね、旦那氏も使ってみてよかったのは、やっぱりこれかなって言ってたんで、男性にも効果があるし、女性にも効果があるんやなと思いました。ここで。というわけで、今回は、産後に役立った商品を2つ紹介してみました。もちろん産後脱毛はどんなにケアをしとっても抜けてしまう方もいらっしゃいますし、もう全然放置でもね、ふっさふさの方もいらっしゃいます。もう本当にね、出産は個人差やから、一人一人やったケアが大切やなと思います。これから出産される方、出産されて脱毛に悩んでる方、よかったらこの2つの商品試してみてください。一人でもそういう悩みの方が少なくなればいいなと思います。奥さんが出産した後の方、よかったら奥さんにプレゼントしてみてはどうでしょうか。めっちゃ喜ばれると思います。パナソニックとかやったらね、もう産後
関係なくすっごく気持ちいいからおすすめです。最後まで動画を見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。全然重なかったです。出方も応援の意味を込めてグッドボタンを押してみてください。励みになります。じゃあまた次の動画も見に来てください。またねー。